はいこちらは羽田空港第2ターミナル側にあります P4 駐車場です。えー、P4 駐車場にはですね急速充電器が1台、あと普通充電器が4台だか5台だか確かあるんですよね、で先ほどテスラモデル X を使って、ここの急速充電器使ってみたんですけど、エラーでやっぱ充電できなかったですね、モデル X で初めて急速充電器、この P4 駐車場でやってみたんですけど、やっぱダメでしたね。 はい、ということで、えーと、高速道路で来て、この P4 駐車場で充電しようかなって、えー、計画立てられている方は、ちょっとね、気をつけた方がいいかなと思います。また、えー、と普通充電器は問題なく、えー、充電可能なんですけれども、えー、普通充電器の場合はですね、16A ぐらいしか、200V16A ぐらいしか出ませんので、えー、エアコンとかつけてたり、暖房つけてたりすると、ほぼ、えー、プラマイゼロというぐらいのスピードになっております。 えまた旅行出かけるときとかね、1泊2日とか2泊3日、もっとそれ以上長い、えー、お出かけされる場合っていうのは、やっぱり普通充電器挿したままですとずっと占領してしまいますからね、自分もさっき少しだけ30分ぐらいかな、普通充電でちょこっと充電して、えー、普通のね、駐車位置まで移動してきちゃいました。 やっぱ長い時間止めておくっていうのはご迷惑になっちゃいますからね。そういうちょっとょ気をつけなきゃいけないかなと思ったりもしております。ちょっと写真出しておきますけどえ、ここの普通充電器ですね、自分のモデル X も含めてテスラが3台になってましたね。えモデル3、モデル S、モデル X と全種類が揃ったような形でですね、ちょっと嬉しかったですけれども、えニサンリーフだったりとか、アウトランダー PHV とか、えー、BM だったりとか、そこら辺の車が今回全然なかったっていう、ちょっと珍しい場合でしたね。なぜかアルファードが止まっていたっていうのはちょっと謎でしたけれども、アルファードは確か PHV PH とかなかったと 思ったんですよねハイブリッドあってもあるのかなでもそんな新しいアフラートじゃない気がしましたけれども、まあ、ちょっとびっくりしましたね、はい。ということでそういうこともあって自分は普通充電器から逃げましたさっきねプリウス PHV も一回き一瞬来て出てっちゃったんですけどねはいどうもです今回のお話はですね、まあ、テスラの中から今お届けしておりますけれどもテスラ関係のお話でございます。 えー、テスラユーザーの方はもしかしたら同じようなことが起きてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、えー、テスラを知らない方とか、えー、だとやべえんじゃねえかって思ってしまうようなお話だったりします。えー、それと、このテスラモデル X の、えー、ナビゲーションですね、カーナビ、ま、あの、真ん中に MCU っていうのがついていて、えー、なんだっけ、メディア、 コントロールユニットでしたっけ違ったか <laughs> えー、カーナビが付いてるんですけど、例えばそのカーナビのその非 GPS 化での性能とか、そこら辺のお話もちょっと、えー、してみたいなと思います。またテスラについて、アウトランダー p h v からテスラにまあ乗り換えてますので、えー、その良、えー、かったこと、悪かった、悪かったことっていうかまあ p h v の方が良かったなと思ったこともあるし、えー、テスラに乗り換えて良かったなと思うことももちろんたくさんあるんで、悪かったことというよりかはその 企画じゃないですけど、乗り換えてみてどう思ったかっていうお話は、また今度ちょっと動画上げさせていただきたいなと思います。そういう話はもう何回もしてるんですけど、動画撮影してるんですけど、いつもね、アップしないで終わっちゃうんで、えー、またそれ改めてちゃんと撮りたいなと思います。で、今回のお話はですね、まず最初1個目、順番さっきと逆になっちゃいますけど、えー、カーナビの話ちょっとしときましょうか。えー、テスラのこのカーナビはですね、はい、テスラのカーナビはこちら、ここにですね、まあ、MCU、メディアコントロールユニットだった気がするんですけど、違ったらごめんなさいね。えー、な、なんだったっけ まあここにあの、要はでっかいナビゲーションのまあモニターがついてるわけです。17インチぐらいのモニターがついていて、えー、Google マップが採用されてます。えー、こんな感じで Google マップが見ることができますし、衛星写真も見ることが可能になっております。で、今現在はポケット Wi-Fi、富士 Wi-Fi がここに、ここにとかずっとね、下にずっと入れっぱにしてあって、えー、富士 Wi-Fi で今は繋がってる状態です。走行中は一回 Wi-Fi が切れちゃって、ここに Wi-Fi マーク今、 出ててるるんですすけど LTE がつながなようになってます基本的には中に SIM、えー、が入ってまして、えー、ドコモの回線で、えー、常時 LTE もしくは 3G を拾えるようになっているということでございますもちろん GPS アンタのとかもついてますからあのナビゲーションもね使えるんですけれども、えー、今、まあ、ここでね地図見てもらうとどこにいるかわかるかなと思いますけど今羽田空港にいます、えー、羽田空港に、まあ、ちょっとこれが出張なんで、まあ、こんな時期ではありますけどね 今、まあしょうがない。出張でちょっと今来たわけです。山手トンネルっていうのがあって、あの、C2 ですね。で、C2 内回りでずっと来てるんですけどえ、約13キロぐらいでしたっけ日本最長のトンネルですよね。で、最初のうち5キロぐらいはね、まっすぐ走ってくれるんですけど、え非 GPS カーが長い間続いてしまうと、かなりずれましたね。で、ずっとやっぱり下道走ってしまって、全然修正されずに、えー、温泉案内もあえて入れてきてたんですけど、ずっとあの、え次の信号を右ですとかえ、次のランプを、 右に入ってどうのこうのとか、えー、ずーっとそんなことをね、言ってるわけでございます。だからそれはだからちょっとやっぱうざいですよね。最近の最新のカーナビだと、ちょっと前だったらね、あのアルパインのフローティングビッグ X 使ってたりとか、カロッツリアのサイバーナビも、えー、使いましたけれども、両方ともね、あの GPS 入ってなくても、 なんとなく予想で走ってくれるのかなあんまり外れなかったですけどね。そういった問題はあったりしました。テスラモデル X の場合って、後からね、カーナビがそもそもつかないんですよね。まあ、つけてる方もいらっしゃいましたけどね。この下のところにこう引き出しがあって、これワンディングぐらいのね、スペースがあるんですよ。ここにモニターがこう出てくるタイプのね、カーナビをつけてる方も中にはいらっしゃいます。けどまあ、普通の方は、ね、多分やらないと思うんで、このカーナビを使うか、まあ、携帯のね、マップを使うかっていう感じになってくるんじゃないかなと思うんですね。 だから、この性能っていうの、結構、えー、気になるところではあるんですけど、まあ、非 GPS 化では、まあ、やっぱり外れてしまったりするっていうことがあります。ただ、首都高での,あの交差してるときとか、えー、上にも道路があるっていうときは、あんまり外れないですね。今のところ、自分の場合はですけど。あとは、まあ、見てわかる通り、まあ、今、w i f i だから、多少早いんですけど、LTE だと、そんなに速、ね、くない。このモデムのせいなのか、ちょっとわかんないけど、そんな速くない。ほら、読み込みが。 ね。読み込みはめっちゃ遅い。これ Wi-Fi だからまだこれ早い方ですよ。で、リルートもそんなに速くないっていうのはありますので、まあ、カーナビの機能としては、まあ、あんまり何とも言えないっていうのがあります。ただ、スマホの方で Google マップを開いて、目的地を設定します。で、テスラへ送信とかってできるんですよ。テスラアプリが入ってれば。で、テスラへ送信すると、え勝手にこっちに、えー、その、 ナビ画面が出てきますんで、こっちで表示したルートとこっちで表示するルートっていうのは別々にはなるんですけどね。でも目的地は簡単に設定してくれて、例えば家出る前に、まあ、羽田空港に行きたいとかって、テスト送信ってやっとけもば、もう車乗ればすぐナビゲートを開始してくれます。そこら辺はね、すごい便利ですね。そんな感じでございます。だからね、まあ使いやすさって言ったら別にそんな使いやすくはないかな。ただ画面がでかいから、えー、ちゃんとあのこう、マップが表示されているときはまあ見やすいっていうのがあります。 あとはテスラの場合、こういったスーパーチャージャーがやっぱり近くにあるかないかって非常に重要になってくるので、こうワンタッチで近くの充電スポットが出てきたりとか、スーパーチャージャー、赤い印がスーパーチャージャーなんですけど、例えば4台、これ川口ですかね、開いてるとか、今1台、2台開いてますよ、みたいな感じになってるんですよ。これだったら川口、スーパーチャージャー4台利用か。あ、川口っていつの間か名前入りましたね。最大 250kW 充電できるところですね。アタンタ PHEV に比べたら、 もう全然充電スピードがもう運例の差でございますけれども、まあ、当然ですけどね。で、自分のモデル X の場合はスーパーチャージャー年無料ですから、スーパーチャージャーで充電する分には無料です。まあそんな感じなんですよね。で、もう一つついでに言っておくと、ここ。今 Wi-Fi が繋がってますけれども、まあ、LTE、さっきも言ったように LTE が基本的には繋、えー、がるようになってます。ドコモの回線ですね。携帯の通信とかってあの、まあ、バンドいくつとかってあるわけですよ。例えばドコモの電波だったりすると、 まあ、今のだったら、あの、700MHz 際とか 800MHz 際とか、もいろいろあるわけじゃないですか。で、まあ、バンド123456790とかいろいろあって、で、例えばドコモの参幹部とか、そういったとこ行くと、あの、バンド19っていうのをね、使ってたりすることが結構多くて、その19っていうのが、え、対応してるその、ドングル、まあ、モデムモデムって言っていいのかわかんないけど、その、ドングルね、その、シムが入って通信するための機械です。えー、これが対応してるのが意外と実は少なくて、えー、ちょっと前ね、問題になったあの、ファーウェイとか、ああいう やつのドングルは結構、えー、柔軟に対応してくれてるしもちろん iPhone とかでも問題なく対応してますあとは日本で出てる、えー、まあ、他のねドングルとかも結構使えたりはするんですけど海外から出てるドングルの場合だと、えー、そのバンド19に対応してないのがほとんどなんですよ まあ、いわゆるプラチナバンドって、えー、呼ばれる部分も他のキャリアで対応してないバンドもあったりするし、バンド19は多分日本が一番多いのが日本独自なのかちょっとわかんないですけど、日本が多い、日本が中心なのかなわかんないですけど、えー、他の国では多分使わないバンドなんでしょうね。ほんと使えないドンらいが多くて、めっちゃ困る。で、多分、これもそうなんじゃないかな。あの iPhone とかの場合で、普通にあの LTE とか 4G って入ってる、バリバリ入ってるのにず、ずずっと 3G になっちゃう。 場面とかもあったりとか。あとはモデル X 買う前もいろんな方の動画見てたんですけど、この MCD の画面映してる方結構いらっしゃって、その LT のね、あの、ば、バーっていうか、アンテナゲージもよく自分見てたんですけど、そこ絶対電波入るだろうなっていうところも、1本だったり2本だったりとか、まあ、3G になってるとかっていうのがね、あったんですよ。まあ昔のやつは 3G の、えー、あの、要は LT 対応してないっていうのもあったりしたんですけど、多分そうなのかなって気がします。だから、スマホで入るところも、入らない。 時があります。入らないといか、電波が悪いっていうね、時もあります。まあ、その時は、ポケット Wi-Fi とかつないで、Wi-Fi つないであげれば、まあ、多少はね、使えるんですけど、結局 LTE がないと、えー、新しい地図は読み込んでくれないので、ナビゲーションも使えなくなるわけじゃないんですけど、まあ、そこ、今んところそういう状況はないんですけどね。ないんですけど、えーまあ、そういうことも起こり得るんじゃないかなと思います。オフラインマップとかないのかなそこら辺ちょっとね、自分、まだ全然、 全然使いこなしてないよね。えー、そこら辺いろいろ知りたいなと思ったりもしますけれども、まあそういったことはあります。はい。まあ,まあそれが1点目です。ただまあ使い、いいか使いやすい、使いやすいか使いにくいかしったらまあ使いにくい <laughs>。っていうのが本音です。でも、さっきも言うように画面でかくてめっちゃ見やすい。はい、次、次はですね、今ね、羽田空港に来てるって言ったじゃないですか。羽田空港に来る途中、まあ埼玉から来てますから、えー、関越、外観、首都湖で来て、 えー、まあ、午後池袋線を通って、まあ、C2 回って、まあ、湾岸に入ってくるわけですけど。まあ、関東の方しかちょっとわかんないかもしれないけど、関東で特に埼玉に住んでる方っていうのは、午後池袋線っていうのをよく使われると思うんですよね、高速乗る方っていうのは。で、この朝今6時ですよ。あ、もう8時ですけど、さっき通った時は6時です。6時に午後池袋線通るってどういうことかっていうと、朝ね。朝ですよ。通るとどういうことかっていうと、まあ、大渋滞なわけでございますよ。 で、その大渋滞の中でトラブルがね、もうめっちゃビビりました。俺初体験だったんでめっちゃビビりました。こんなことあるんだと思って、まああるよなって思ったけど、多分他のテスラの、特に MCU1 の方とか、いわ初,初期の XS の方は、あるんじゃないかな最近あの、テスラってなんかリコール、なんかどこだかがあの、何でしたっけ、なんとかなんとかでどこかがテスラに、え、リコール、 した方がいいんじゃないのみたいな話があって、なんかそれが15万台とか16万台とかって話があるじゃないですか。で、旧モデル S モデル X に搭載されている MCU1 が、まあ、不具合が起きるんじゃないかって。で、まあ、中に入ってるメモリーの書き込み回数がオーバーしてしまって、もしそれが自動航行中とかに起きてしまうと危険なんじゃないかみたいな話ですよね。<laughs> 今回もそれに繋がるのかなと思った。でもこれ MCU2 ですから新しいんですよ。オートパイロットは2.5なんで、 えー、3ではないんですよね。オートパイロットはちょっと古いんです。まあ、それは関係ないかなとちょっと思ったんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、走行中に急にシャットダウンしたんです。全部バーンって。で、カーナビが今まで普通のガソリン車とか、まあ PHV はなかったけど、まあ、昔ねカーナビハズリスクナビとかが、まあフリーズしちゃったりとかっていうのはまあ何回かあったんで、まあ車止めて再起動かければ OK じゃないですか。でも、テスラの場合って、この MCU が結局、 全部コントロールを行ってるわけじゃないですか。どうなるかってことですよ。走行中に電源が全部落ちるとどうなるか。<laughs> 電源が落ちるって言い方はわかんないけど。まあ、パソコンで言うと、ウィンドウズで言うとまあブルースクリーンにパってなって、えー、勝手に再起動かかるみたいな感じです。まあ、ブルースクリーンとかになるわけじゃないですけど、急にあのスピーカーからプツンって、あのパツンみたいな音が鳴って、えー、急にもう全部真っ暗パーンって。で、もう何やってももう再起動もしない。 で、体感的にはめっちゃ長かったんですけど、1分ぐらいで多分再起動はしてくれたんだと思います。だってさ、普通に首都高の渋滞中ですよ。首都高の渋滞中に、これが、ここも切れここも切れて、ここも切れて、だもう真っ暗。で、エアコンも止まった。あ、やばい。どうしようみたいな。え、これブレーキ引くのかなみたいな。え、でも、あ、アクセルは使えるな。あ、ブレーキ、あ、ブレーキはなんとか使えるな、とか。まあ、そんな感じでね。 やってたわけです。一応だからもうバーンって消えちゃって、もう横にね寄せて止まろうかなと思ったぐらい、めっちゃ焦りました。まあ真っ暗にブラックアウトしてからは、一応ただハンドル、ハンドルもほら、えっ、ー、とこれ、パワーステ、ポンプじゃないから、電動ステアリングじゃないですか。だから、 あの、パワーステがちゃんと反応するかとかえ、ブレーキがちゃんと反応するのか。ブレーキも、あの、ポンプで多分、これあれですよね。あの、動かしてますよね。電動ポンプが確か入ってたと思うんで。え結局、電源落ちちゃったら、ポンプも効かなくなって、ブレーキもね、あの、アシスト効かなくなるんじゃないかって。あの、皆さん、ブレーキって、これ、車詳しくない方はあれかもしれないですけど、触ってブレーキ踏むと、車って簡単に止まるじゃないですか。これって、あの、あれですかね、ブレーキのその力をパワーアップさせてくれてるんで止まってるっていうね。でそのパワーアップさせる機能が、エンジン車だったら、あの、ベルトを伝わって、 パワーをね、与えてるんですけど、まあ、この電気自動車とかアウトランダー PHV とかもそうですけど、えポンプを使って、えー、アシストをね、行ってるわけなんですよ。で、そのポンプ止まってしまうと、まあ、ブレーキ効かなくなっちゃう。だんだん効かなくなってくるっていうのがね、あります。硬くなるんですよ。も、まあ、思いっきり踏めば止まりますけど、その助けがないんで、すごい硬くなる。でも、今回はそういったじょ、あのー、症状はなかったですね。で、アクセルも問題なく作動する。で、ヘッドライトもついてるし、テールランプもついてる。でも、システムは全部オフ。 で、何ができないかっていうと、ウインカーは出ない、ハザードは出ない、えー、っと、試さない、怖、怖かったんで試さなかったけど、えー、シフトレバーあの、ニュートラルとか、リバースとか、えー、もう多分入れらんないんじゃないかな。右のレバーは怖くて触んなかったっす。左のレバーだけ、もう何度も左、右側に走ってたから、何度も左に寄ろう、左に寄ろうと思ったんですけど、ウインカーが出ないから、もう行けなくて。 どうしようどうしようと思って、多少ね、感覚が空いたところに入れるんだったら、もう割り込んじゃって、もう行こうかなと思ったぐらいだったんですけど、いやーもうめっちゃ焦った。本当に。もうだいぶ時間経ってるからいいけど、さっきも心臓バクバクでしたね。どうしよう渋滞中に止まったらどうしようみたいな。これが、田んぼの道とかね、人があんまいないようなとこだったら、まあろろろ、タと止まってさ、待つとか全然できますけど、もう大渋滞の中で、 ねえ、まあ、10キロ20キロぐらいで走ってるわけですよ。大渋滞の中で止まったらこれも超貧縮じゃんみたいな。しかも朝の通勤ラッシュの時に、うわー、もうどうしようどうしようみたいな感じで、もう冷や汗ダーダー出ちゃって、もやばかったですね。ま、あでも無事で、あの、えっ、ー、と、一分、多分1分くらいで、えー、あの、テスラの T マークがでっかい画面のところにバーンって出てきて、えー、無事再起動。 してくれて、何事もなかったように走れました。で、シャットダウンした時はオートパイロットとかもね、使ってなかったです。オートパイロットも使ってないんですけど、えっ、ー、と、ナビの音声ナビだけ使ってました。それ以外特別な機能はね、使ってなかったですね。だってね、エアコンも切れちゃうしさ、まあ、ウィンカーが出ないっていうのがまず問題ですよね。ウィンカー出ないのってそれも保安基準的に NG じゃないですか。でも、ここで一つ思ったのが、この、 電気自動車ではありながら、そのシステムがシャットダウンしても、ちゃんとそのアクセルとかブレーキ、ステアリングとかの、その、まあ、最低限安全なところは機能してくれてるんだなっていうのが分かったんで、非常にね、いい経験でした、これは。これね、マジで焦りますよね、多分。テスラって、そもそもあの、 オートパイロット使ってる時も、トンネルの下、下くぐるときに、まあ、ある特定のトンネルとかなんでしょうけど、急にね、あのブレーキ、フルブレーキングに近いぐらい急減速するんですよ。ガーって。それもやっぱびっくりしますし、まあ、オートパイロットの時ってやっぱ油断していることも皆さん多いでしょうから。自分もね、あのびっくりしちゃうし、助手席の方なんか特にね、え、運転してない方とかはもうびっくりしちゃいますよ。え、そういったことがあったりとか、まあ、今回みたいなね、シャットダウンしちゃったりとかっていうこともあって、 今まで、内燃機関の車だったり、まあ P、アウトアンダー &PH 部もそうですけど、ありえなかったことが起きる。まあテスラ以外でもその急ブレーキっていうのはあるのかなまぁ、あ、急ブレーキはちょっと置いといて、その画面がね、フルシャットダウンしたってウィンカーも効かなくなるとかっていうのは多分国産の車じゃほとんどないですよね。で、外国の車って結構もうインパネとか、まあベンツなんかも最近助手席まで全部ほら、モニターにするみたいな、えー、ニュースやってましたけど、えー、あれもどうなんだろうね。システム的には、多分システムシャットダウンしても、 ブレーキとかはきっと内燃期間だったら使えますよね。電気自動車だったらやっぱダメなのかな。でもウインカーとかもえ、最近みんなほらもうデジタルじゃないですか。あの、昔みたいにリレーでチッカンチッカン言うわけじゃないでしょ。だから、やっぱダメなのかな。うん、まあ、自分はとりあえずね、初めての経験だったんで、えまあ、渋滞中っていうのもあってほんと焦った。とにかく焦った。で、そういう時に限ってほら動画も撮ってないしさ、えー、ぜひ皆さんにね、そのもう、 ブラックアウトした時はもう見せたかったですね。もうほんと焦ったから、本当に。ね。まあでも無事に復活してくれてよかったです。まあ何が痛い,いかっていうとですね、そういったことも起きるわけですよ、この電気自動車っていうのは。だけれども、だけれども最低限、まあさっき言ったようにアクセル、ハンドル、ブレーキは問題なく、あ、ブレーキランプもね、ついてるでしょヘッドライトもついてましたから。えー、まあ問題なくそこら辺の最低限はまあ、使える。ウインカーは使えないけど。うん。それ以外は最低限はまあ、問題なく使えました。で、1分ぐらいすると再起動します。 再起動すれば、えー、問題なく全部使えます。はい。いやー、疲れたわ。もう、すっげー疲れた、それだけで。もう、これから出張なのにさ、もう、最悪。<laughs> まあ、しょうがないですね。うん、という、そんな、なこともありました。ということを動画でちょっとご、報告させていただいて、えー、今後ですね、テスラ以外もおそらく、まあ、電気自動車っていうのはたくさん出てきますし、もう、国産もね、含めて出てくると思います。 えー、もしかしたら、えー、テスラ以外でもですね、同じようなことが、やっぱあるんじゃないかなとは思いますよ。で、テスラじゃなくたって、その電気動車じゃなくたって、今後いろんなものが、多分電子制御化どんどん、どん,どんどんどんね、されていくでしょうから、えー、何か不具合が起きたりすると、まあそういったこともあるということですね。でも、ちゃんと最低限の機能は動いていたよっていうことでございます。はい。ということで、これで終わりにしていいかな。さっきまでめっちゃ興奮してたんだけどね。 <laughs> えー、こんな感じでですね、えー、テスラモデル X の、えー、今回はその走行中にブラックアウトしてしまった、走行中にシャットダウンしてしまったシステムがね、えー、というお話と、えー、カーナビのその使い勝手についてもちょっとね、お話をさせていただきましたぜひ。ぜひですね、今後テスラを購入されようとしてる方とか、乗りたいなと思ってる方、もしくはテスラ乗られてる方で、同じような経験したことない方ですね、ちょっと参考にしていただいて、えー、万が一そういうことがあっても慌てずにですね、えー、自分もその慌てたわけじゃないですけど、あのいろいろね、 ま、まず確かめることが大事ですから、いろいろあの、ハンドルとかブレーキとかアクセルとかいろいろ使えるのかをちゃんと確認した上で落ち着いて、えー、まあ、再起動まで待つとか、路肩に入れるとかね、えー、していただければいいんじゃないかなと。そういう時の、まあ、参考にね、一つ知識が入ってるだけで全然違いますから、ぜひちょっと参考にしていただければと思います。ちなみにこれオートパイロット中になったらどうなるんだろうね。オートパイロット中に切れたら、まあ、エピ切れるでしょうね。切れるよね。 まあ、ブレーキとかは使えるんだから、最悪止まれるよね。あとはあれだね。今後、ナビゲートオンオートパイロット。日本ではまだ有効化されてませんけれども、えー、要はナビゲーション通りに勝手にもう、車が動いてくる。まあ、自動運転ですよね。あの、ナビゲートオンオートパイロットでしたっけ。え、が、もし有効になった時に、シャットダウンしたらどうなっちゃうんだろうね。まあ、オフになるんでしょうね、多分ね。うん、すごいそこはちょっと気になったとこです。 はい。ということで、えー、こんな感じで、えー、テスラ関係のお話ですとか、パソコン関係、カメラ関係、車関係、ドローン関係、水中ドローン関係、いろんなことをやってる個人チャンネルでございます。えー、ぜひ他の動画見ていただいて、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。えー、次回の動画はですね、テスラモデル X じゃないや、えー、テスラ用のウォールコネクター第3世代のご紹介をさせていただきたいなと思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。